ジェームズ・レーナは、アメリカ合衆国の地質学者、鉱物学者。作り山活動、火山活動、大陸、海洋の起源、構造を研究した。ニューヨーク州ユーティカに生まれた。イエール大学で、ベンジャミン・シリマンに学んだ。卒業後の2年間は、海軍の船員の数学の教師となり、その間に、地中海に航海した。 1836年から1837年は、イエールの科学研究所で、シリマンの助手を務め、その後4年間、チャールズ・ウィルクスに率いられた、アメリカ政府の太平洋の探検、調査、アメリカ合衆国探検園生隊に、鉱物学者、地質学者として参加した。1842年に帰国すると、13年かけて4年間の探検の報告をまとめた。 デーナの記録には、アメリカ、カスケード山脈の南部の火山、シャスタ・サンとキャッスル・クラッグスの風景を含む50枚のスケッチ、地図、図が含まれた。シャスタ・サンのスケッチは、シリマンの創刊した学術誌、アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンス・アンド・アーツに、デーナの記録に基づく記事と共に1849年に掲載された。1844年に、ニューヨークに戻り、 シリマンの娘と結婚した。1850年にイエール大学の自然史と地質学の教授職の地位をシリマンから継いで1892年まで務めた。アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンス・アンド・アーツの編集や執筆も務めた。1877年にコプリメダル、1872年にウォラストンメダル、1882年にクラークメダルを受賞した。 デーナイ氏はデーナの名にちなむ。ダナは植物の学名で命名者を示す場合にジェームズ・デーナを示すのに使われる。ありがとうございます。